平野紫耀の新黒サギ出演に対するジャニーズ事務所と芸能プロ界隈の本音。キング・アースのメンバーである平野紫耀が TBS 系列の連続ドラマ、黒サギで主演を務めることが決まり、10月21日に放送がスタートします。しかし、ネット上では2006年に山下智久が主演したバージョンと比較する声が多く聞かれます。 業界内でも、ジャニーズ事務所がなぜこのオーダーを受けたのかについて疑問の声が上がっていました。2006年に放送された、黒鷺は、山下智久と堀北真希が主演を務め、その完成度の高さと山下の人気により初回視聴率18.8%、関東地区、ビデオリサーチ調べを記録し、当時の大ヒット作となりました。 昨年10月2週間、ふみはる文芸春秋で平野版の黒詐欺が報じられた時点で山下と平野のファンからはネガティブな声が上がりました。山下版のファンからは絶対にありえないという声もあり、誤報ではないかと疑う人々も多かったです。とスポーツ紙の記者は語ります。しかし、その後もマスコミは平野版の放送が確定事項であるかのように報じ続け、 ついに今年8月に正式に情報解禁となりました。この1年間、映像制作関係者や芸能事務所の人々の間では、平野に対して同情の声が広がっていました。平野版の黒詐は山下版と比較されることが避けられないですし、現在のテレビ業界の視聴率事情を考慮すると、数字面では山下版には敵いません。 たとえ平野版が優れた出来栄えだとしても、初代を超えることは難しいでしょう。平野の立場からすると、評価が十分に得られるわけではないため、本音を言えば、ジャニーズ事務所がなぜこの企画を引き受けたのか、と思ってしまいます。と、芸能プロ関係者は話します。以前、 近畿キズノ堂本剛が主演した近代一少年の事件簿日本テレビ系もその後に後輩たちが主演としてリメイクされる例がありますが山下の場合ジャニーズを退場し円満ではない状況であったため先輩から後輩に引き継がれたという宣伝はできませんでしたと芸能プロ関係者は語ります 山下は2020年10月に未成年女性との飲酒同席問題で活動自粛中に海外の作品に出演したいと希望し、ジャニーズ事務所を退除しました。その後、テレビ各局からは敬遠され、2021年4月に放送されたドラゴン桜第2シリーズ TBSK の最終回に声のみで出演した例がありますが、 今年4月に NHK の正直不動産で主演を務めるまでは、地上並みではほとんど出演機会がありませんでした。その影響がまだ残っているようで平野版、黒詐欺の放送開始前に山下版の地上波再放送は行われませんでした。平野も前作についてコメントすることが難しい状況です。 つまり、黒サギは平野にとっては非常に難しい作品と言えますが、ジャニーズ事務所がこの企画を引き受けたのは、同作をジャニーズドラマと捉えているからかもしれません。他の事務所の俳優にリメイクされることを避けたかったのかもしれませんし、山下が同作の続編に出演する可能性を完全に消滅させたかったのかもしれません。 と芸能プロ関係者は考察します。複雑な事情に縛られながらも平野版黒詐欺は放送が開始されました。幸いなことに視聴者からは演技力がすごいといった好意的な声が多く寄せられているようですが、ジャニーズ事務所の思惑を背負って困難な道を歩まざるを得なくなった平野自身はこの状況についてどのように思っているのでしょうか。 お読みいただき、ありがとうございました。最新の情報を受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。感謝申し上げます。